カラダケは八重山諸島石垣島の白穂地区北方に位置する山である。標高135.9メートル。カラダケとも呼ばれる。石垣島東部の白穂地区北側の海岸近くに孤立して位置する山である。山肌は木が生えておらず、全面が草地で覆われている。海からの風がぶつかって上昇気流が起きやすいことと草地であることから、 パラグライダーの絶好のポイントとなっている。石垣市では滑走路が1500メートルと短いため、大型機の離着陸ができない石垣空港に代わる新石垣空港の建設がかねてから構想されていた。新石垣空港は当初、白穂地区沖合に計画されていたが、世界的に貴重な白穂産後所への影響が懸念されることから、大対案として、 からだけ東側の海上に建設する、からだけ東側案が発表された。しかし、これも白穂珊瑚礁の北側に連なる、珊瑚礁の海域の埋め立てを伴うものであったため、反対が続き、最終的には、からだけ南側の陸上に建設する、からだけ陸上案に決定された。からだけ陸上案においては、からだけが一部切削されることとなっており、 赤土流出による白穂珊瑚礁への影響を懸念する声もある。新石垣空港は2006年10月に着工、唐田家の切削工事は2009年9月17日に着工された。2013年3月2日、開港式典が開かれ、同年3月7日より供用開始された。ありがとうございます。